どうも、ショータイムゴルフです。今日はですね、初のがっつりとしたコラボ企画ということで、あのリンゴルフとコラボさせていただきます。ありがとうございます。で、今リンゴルフからこの方が来ています。どうぞ。どうも、リンゴルフのカイトです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。前半はもうリンゴルフで撮ってやって、リンゴルフで動画を公開してありますので確認してください。お願いします。前半ちょっと不甲斐なかったね。はい、ちょっとだいぶちょっとね、まずいよねこれは、はい、まずいですね。後半止まりましょう。20台ぐらい出す勢いで、はい、頑張っていきます。頑張っていきます。楽しみに。お楽しみに。緊張してませんでした？もういつも緊張してる。やたら緊張してませんでした今。オープニングテンディングめっちゃ緊張する。今日はですね、僕ら2人の他にこの太平洋クラブ佐野コースを知り尽くしているゴルフイラストレーターのこの方も解説で加えてます。はい、どうもこんにちは、ラタルギョでございます。全然コースたち僕の下手なんですけども、一応コース知ってるっていうことだけで呼んでもらって、一応偉そうにちょっとコースのこう解説とかしてますけど、実力が全然ダメです。ではよろしくお願いします、はい、いやもういいもん見せてもらってますけど。ブログとかもやられてるんですか？ブログ、そうですね、なんかいろいろブログやったり YouTube やったり連載やったり LINE スタンプもありますんで、よろしくお願いします。ぜひご覧になってください、はい、お願いします。ありがとうございます。お願いします。370ヤード短いパー4ですね。短いですね、はい、これはもうバーディーですね。そうですね、はい、そうですね、取らないけどね。でも真ん中が一番いいですね。真ん中行けばいいっていう感じです。一番難しい。さっきのあのアイアン3巻か4ぐらいの230とかあんなんで打ってもいいけどね。どうします？いやいや、ドライバーっすよね。今日はもうもちろんもちろん、ショートさんずっとドライバー持ってる。もちろん回んないもんだってね。ずるいっすよ、ずるい。ショータイムなんで。じゃあお願いします。お願いします。フェアウェイ真ん中狙いっていうことで、完璧、完璧です。完璧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 。ショータイムの方がいいのかもしれないな。いや完璧だわ。初めて見た。結構近いところまで行ってると思うよ。お願いします。お願いします。うわー、これも完璧。完璧ですね。ナイスです。弾道が全然違うね、やっぱり。違いますか、ね、完全に前なんですね。超ロースピン仕様、はい、引っ掛けが多いから俺、はいはいはい、完全ロースピン仕様、はい、で前すぎると僕逆に球が上がらなすぎるんですよ。あ、そうかそうか。10度の、10度で、10度で、そうです。シャフトは、シャフトは DI の 7X、 7X、 はい、を先端を半インチカットして、テルキとか、はい、ロー君とかカンとか、そうですね、知り合いです。で特にテルキ君とかはもう昔から仲良しです。一回でも実はカイト君、はい、ショータイムに一瞬だけ映ってるんですよね。らしいんですよね。そうそう、あのなんだっけ、ゴルフフェア関東行った時に、はいはいはい、関東イエーイみたいなやってるんですよ。あれってヨネックスのドラゴンのところですかね。 その映像どうぞ。今流れてるところです。ヒカキン超えないのか、ヒカキン。まあ一般人ですからね。よっしょー、これ行ったわ、これ行ったよ、行った、これ行ったよ、行った、これ行ったよ、やばい、これ行ったよ、やばい、これ行ったよ、おー、行け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 、惜しい。2位の記録、いやいや1位じゃないから。お友達、そこもそういう何があれなの。正直誰だろう、なんだよ、お友達ばっかりか。ありがとうございます、はい、明日カイト君泊まるから、あの知っといた方がいい情報何って聞いたら、はい、あいつめっちゃピーピーピー。85ヤード、58度で、はい、ドローがかって、おー、ナイス、さすが、やっぱショータイムの方がいいんすよ。前半ウォーミングアップだもんね。そうです、そうです、前半ウォーミングアップなんで。65ヤード60度で、60度、俺もピン奥まで攻めていきたいと思います。
うまい。ちょっとでかい。ちょっとだけ。ナイスです。あざす。すいません、カメラやってもらって。いやいや、とんでもない。ありがとうございます。いや、さすがうまいっすね。いや、うまくないっす。いやいや、さすが日本オープン出て。出ただけっす。ビザ出てるだけ。出ただけです。さすが。これです。リンゴルの時よりいいじゃん。そうですね。僕もそれ思ってるんですよ。ちょっとちょっと待って、ちょっとリンゴルフのスタッフに怒られてます。最初フック最後スライスか。うわぁ、やっぱそうだ。欲しい。ナイスパーです。1メートルの。最初フックだけど、立ってるところはフックだけど。カップはスライスか。ナイス。あれ、やっぱショータイムいいわ。ショータイムバーディーなんか全然なかったんですね。移籍します。いきなりバーディー。ドライバー飛ばして上つ寄せて。そうですね、はい。余裕のバーディーですよ。余裕のバーディーですね。そう。前半が多分シックスオーバーだったかな。シックスオーバー。帰ったんで。ああ。まあ、ファイブオーバーじゃないですか、ね。ああ。はい。じゃあイーブンにはできるね。ですね。ああ。このパー5ですもんね。そうそう、このパー5覚えてます。なんか、あれ、一回切れるところっすね。そうそうそう、ここはイーグルだから。あ、イーグルっすね。ドライバーできるんですか。ドライバーダメだよ。ドライバーダメですか。え、ない、多分ね、ダメだよ。超えるの292とかっすよ。あ、いけるじゃん。打ち煽りなんですけど。ちょっと、どうしたらいいですか。超煽られるんですけど。あ、橋狙っていけばいいんじゃない。あ、ですよね。そうそうそう、橋だよ。橋ワンバン、うん、狙って、うん、めっちゃ狭いですけどね。そんな精密機械みたいに曲がんなかったら僕前半あんま行かないけどな。後半調子いいから。そう、調子いいから。ね、まだ調子変わったから。え、これ本当は何で打つんですか。あ、ユーティリティとかスプラッシュ。あの機能超えなくても全然通用。じゃあちょっともうアンパイに21度。ん？なんでえって言うんですか。なんかそのえって、自分ドライバー全然触らないじゃないですか。自分全然こっち行くばっか触ってんのに、俺にはえとか言って。えムズゴルフ。510しかないんですよね。そしたらもう全然ね、自分は俺はドライバー触ってるよって。ただこう手ついてるだけで、手ついてるだけでカメラ脇田さんって右手で撮るんですよね、このうち。フォローだからね、でも。そう、フォローだ。悪いな、ほんとに。フォローですもんね。フォローだもん、ここ。超えますよね。僕まだ21歳なんですけど。いじめないでくださいよ。あんま見せたくない、なんなら。あー、292か。あ、まあ、Tショットで池入っても、3打目乗せればいいの。3打目、3打目。ドライバーさすが。ショータイム分かってるわ。ショートさんは？え？ショートさんは？え、俺スプーン。しっかり？しっかりすぎないそれは。いや、スプーンだと打つとこないから、持ってって、持ってってきます、持ってってきます。ドライバーなんでだもんね。ショータイム。いや、ショータイムだもん。プレイヤータイムゴルフじゃないから。510ヤード。でも橋行けばもう全然大丈夫。木の右だと池が結構向こうまであるから。もう橋狙いですね。もう本当橋の上。本当にドライバー持ったよこの人。3周ちょっとパターで橋狙いますか。そうだね。めっちゃフォロー来てるもんね。行けますか。フォロー来てますね。フォロー。うん。これは行くわ。行くわ。いやでもこれ超えたらすごい数字取れると思う。あれじゃノックダウンであの橋狙っていけば。あ、そうだ。結構幅あるしね。幅ないけど。こっから見たらなくないですか。どう考えたって。いや、あっち行ってもないよ。あ、いい風来てるわ。あ、すげえ来た。さすがだ。フォロー吹くわ。右行ってしまった。やばいで。あそこはダメだ。ダメです。池です。ああ、大丈夫大丈夫。今の出玉でまっすぐ行ってたら行ったかも。滑りましたね。次3打目だから。はい。最高に煽ってきたショータイム見せてもらいましょう。いや、いい風。いい風来てるわ。いい風吹いてますよ。完璧じゃない？方向がちょっとあれだけど。おお、超えた、超えた。すげえ。ショータイム。
ちょっとでもティッコ。あ、言ったでしょ超えるって。さすがっす。ああ見習わないと。あ、何ドライバー拒否してたのに。全然ドライバーも好きなかったのに。ずる。自分だけ超えて。ギリギリ。ギリだったね。まあ、当たりどうでした？いや当たり最悪だった。で超えたんですか？うん。最悪なの。嫌味。いや本当に。嫌味。いやいや嫌味じゃなくて本当に俺やべえと思った。行けかと思った。うん。試合では絶対やんないです、ね、うん、やんないでください。僕が煽ったので手に入れてしまいました。いや大丈夫です。これ寄せればバーディーなんです。あ、そうだね。何ヤードぐらい。244です。あ、そんなあるんだ。でも、はい、3番。3番です。ちょっと風も結構後ろから来てる感じするんで、うん、結構吹いてますね。フォローです。はい、3番アイアンで、はい、3打目です。いやー、ナイスショー。めっちゃいい球。ちょっと右か。あー、バンカーは越えたっぽいね。うん、ナイス。はい、ナイスショー。来たか。オッケー。さすが、男気。ナイスな。越えてきましたよ。これを。何ヤードですか？203。203ヤード。フォローで、フライヤーしそうだな。フライヤーだね。これどうしよう。7番。7番やん。203ヤード、7番やん。やばい。やばいか？や、大丈夫だ。大丈夫だ。ナイスオン。完璧っすね。さすが。攻めればね。簡単ですよ、パワーファイルは。前半リンゴルフだったじゃないですか、はい、他のチャンネル出るのが本当に初めてだったから、はい、めちゃくちゃ緊張した。緊張しな い, い 今緊張してる。まあ打つときは緊張しますね。あけど喋ってるときとか今みたいな感じは大丈夫です。 あ本当にここはやっぱセカンド右からこの方がいいですね、まあ、この辺広いですね。右が広いです ね, 広いですね。このバンカーやっぱり距離があるし、特に後ろの方とか入っちゃうと嫌な距離じゃないですか。中途半端なピンが奥で手前だった。うん、いやありがとうございます。7番アイアンでイーグルチャンス。これはまずそうイージーって感じの58度で入れに行くよね。トール。いやもちろんですよ。もうラインは出てたけど、いいラインだったけどね。ちょっとよかった。イーグルチャンスじゃないですか。イーグルですよ。さすがショータイムゴルフ。攻めのショータイム、守りのリンゴルフなんで。褒めですよ。守りは悪いことじゃないですから。これスライスきついな。イーグルトライ。オーバーはさせたい。さすがに。来るか？来た？いやー惜しい惜しい。その宣言通り、オーバーさせてますね、ちゃんと。ナイスバーディーです。ありがとうございます。普通は、刻みますか。いや僕らの飛距離じゃもう全然木をまず越えようとしないですからね。普通そう2打目も逆にあんまりこっちまで打たないから、はい、100とか90とか残したところに止めるんで。上りのフック 1m だ。あわあ曲がった思った。悲しい。もうもったいない、うん、ああバーディーパットじゃないのか。パーだ。パーパットですよ、今の。パーパット。まあでも今狙ったとこ打ってたんで、まあ仕方ないです。後悔はない。はい。パターは狙ったとこに打てるのが一番大事ですからね。はい。188ヤードのパー3。あのピン位置だと、どこに攻めますか？もう。乗せてください。そこのピンがある位置に。外すなら、あの、右手前のラフとか、右のラフとか。はい。まあ、乗るなら乗ってもいいけど、はい、結構ランなんで、2段なんで、まあでも3パットしないよね。そうですね。しますします。はい、しません。何番ですか？6番でいきます。6番。めっちゃつま先上がりなんですね。ですね。うわ、見つかエア右。そう見つか。あ、全然全然。まあまあまあ。悪いとこじゃない。伊藤君も6番。6番です。ピンデッド。ピンデッド。はい。
いや、ピンデッドだわ、これ。入った。ナイス。お、上の段行ったよね。いや、もうベタピン。さすが。なんか変えた？前半と。カメラが変わった。カメラが変わった。いいカメラだな。そう。プレーに影響出ますね。ハイト君のボールこれです。もう OK バーディーですね。ね、これはうまい。ここしかないんで。エッジからこれむずいっすね。エッジからこれ。ここに止まってる。知らないからってだけっすよ。ナイスバーディー。バーディー。ナイスアプローチです。これ今日1回も入ってないから決めたい。ナイスパー。危ない危ない。簡単っすね。簡単簡単。さすがです。それはね、ワンダーワンでしょ、後半。そうですね、後半ワンダーワンです。 あと4個ですか。4個ですかね。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。お願いします。お、うまくない？うまくない？